海岸通停留場は、広島県広島市南区宇品名海岸2丁目にある、広島電鉄宇品名線の路面電車停留場である。駅番号は U16。当停留場の開業は1935年12月のことであるが、それ以前に宇品名線はすでに開業しており、当地には、かつての終点である宇品名停留場が設けられていた。ここでは、 この停留場についても合わせて扱う。1912年に上谷町停留場から三行橋停留場までの区間が開業した宇品線は1915年に宇品地区まで路線が延伸された。当時の軌道は三行橋の東詰めすぐのところで南下し、そのまま宇品地区の西堤防沿いに進んだ後堤防の南端近くで東に折れ、海岸通りを通進して、 宇品桟橋に至るという経路を取っていた。路線の終点である宇品停留場はこの桟橋前に置かれ、東には国鉄宇品線の宇品駅が立地していた。西堤防沿いに御彩和橋東詰めから宇品までを結んでいた軌道は1935年、東側に開通した新街路上へ移設される。この新線は、三幸橋から東に進んだ南町で南下をはじめ、 宇品通りの上を進んだ後今度は、三橋前で西に折れ、海岸通りを精神して、西堤防の南端近くに至るという経路を取るようになった。この遺説により宇品停留場は廃止され、代わって開設されたのが東停留場である。停留場は宇品停留場と同様三橋前に置かれ、当時は宇品桟三橋前停留場と称していた。 その後1942年に一度廃止されるが、戦後の1950年に復活。この時、海岸通停留場と解消された。2002年には、広島南道路の工事に伴い、北に 0.1km 移設されている。なお、この移設先には、広島競輪開催時のみ営業を行う臨時の競輪場入り口停留場が1952年。 頃より存在していたが、海岸通停留場が移設してきたのに伴って廃止されている。休憩臨場入り口停留場広島港方面乗り場。安全地帯はなく、白線のみで位置を示していた。宇治那線はほぼ全ての区間で軌道が道路上に敷かれた平用軌道であり、東停留場も道路上にホームが置かれている。ホームは低床式で2名があり。 南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように向かい合って配置されている。線路の東に広島港方面へ向かう下りホームが西に広島駅上谷町方面へ向かう上りホームが位置しており、乗降客は南にある横断歩道を利用してホームに渡る。ホームには屋根がほぼ全長に渡って取り付けられている。広島港寄りの軌道には渡り線がある。 毎年7月に広島港で開催される広島港夢花火大会の際には、当停留場で折り返しを行う臨時便があり、渡り線はこの時使用される。普段は無人の停留場であるが、花火大会の際には多数の係員が配置される。軌道が敷かれている宇じ通りは、福音が強章であることからかつては安全地帯が設けられていない平面停留場であったが、 同じく平面停留場だった宇治の三丁目、停留場で起きた交通事故を機に整備が進められ、1994年8月末に安全地帯の設置が完了している。当停留場には、広島電鉄で運行されている系統のうち1号線、3号線、5号線、それに0号線が乗り入れる。西側、北側は住宅街である。東側、南側には、 広島港の港湾関連施設や企業の事業所、倉庫群が並ぶ。ありがとうございます。